だからねこれ、はい、フィールドポジションが大事なんでね、うん、レシーブ取ったということは後半に第4クォーター、はい、あの外野向きに攻めるようにボール蹴るんちゃいますかね。うん、そうですね、まあ、特にキッキングあたりでこう大きな影響を与えそうな3年生キッカーです。注目。さあキックオフです。毎日甲子園ボールスタートしていきます。5ヤード付近からのリターンは、あースイッチして三宅が走る。いきなり手の込んだプレーで左オープンサイド、大きなリターンになっています。感覚仕掛けてきました。50ヤードを超えて40ヤード、敵陣に入ってここで止まりますが、あーまだ行きます。いやーこれは大きなワンプレーになりました。ミスもあったと大村監督話しますが、さあ多種対しての日大のタックル、ここは見事です、はい、大きなロスになりました、はい、バーは右に2人ほど出していますが、ターゲットを探して浮かせていくが、これはよく取っている。そのままボールを落とさずにタッチダウンです。梅津が見事タッチをしまして先制は感覚です。浮かせた柔らかいタッチでこうパスを投げましたが、いい呼吸でしたね。浜田さん、焦らずしっかりと攻めていこうというのが伺えますよね。さあブロックできているぞ、前がいた、まだ行く。ここで川上エースランニングバックを使います。ここは小野で行きます。さあカウンター気味に行って、おい突っ込むぞ、さらに持ち込んだ、ランで持ってタッチダウンです。お見事。いやこれはフィジカルに物を言わせたというところ、ちょっと感覚も押し切られましたね。いやいや長めの距離ですが、あここはピッチして、しかし捕まる。あ早いですね、9番のこの安藤が今日は序盤からスピード1番よく止めています。新たに取得しています。そしてスローバック気味、空いているぞ、さあフリーになっている、中央真ん中突っ切っていこうというところですが、いいゲームになりました。22番のここは山下にパス成功、2年生です。再びこの甲子園の舞台やってまいりました。さあここは、あちょっとこれは無理か、川上ランニングバックにトスしたプレーだったんですが前に出られません。このゲームでもよく名前が上がります。スクリーンパス、さあここは中央抜けていって川上まだ逃げる、さあファーストを越えていく。いやものすごい集中力です。ダウン10です。早くも敵陣の30ヤード付近です。さあパスを投げて、おっとパスキャッチよく取りました。また山下、いや林もよく投げましたね。さあここでパスを投げる、おっとパス決まりました。タッチダウンです。短いところ一気に通してきました。大道一発ヒットで逆転に成功、日大13対7です。はい、パスはいいんですけどランプレーちょっと出さないとね、うん、さあしかしこれは出るようになってきました。そのランプレーです。やはりこうラン一つ取ってもいろんなパターンがありますからね。さあ右サイドまた三宅が走る、これもよく出る、そのまま行きました。またもオープンサイド、タッチダウンで1点差、こちらもやり返します。まさに点の取り合い。大学戦ではしっかりとチームをまとめました。そして、まあ、中央自ら行きますがこれはゲインはありません。サードダウン4と変わります。パスを投げる、さあここでさあブロッカーもついている、スルスル抜ける、さあまだ行く、なんとか倒しますがフィード中央までボールを持ち込んでいます。画面のその前にね、さあ長いパスが要求されますが、さあロングパスいった、空いているぞ、パス成功、鈴木です。ここで一気にロングパス成功、モーション、さあスピード勝負、サイドライン、サイドからいった、割り込んでタッチダウンです。中央ではなくサイド、オープンを狙いまして感覚タッチダウンです。フォースさん見事決めました、大村です。スクリーンも、ね、効果的に向かっていますが、あランですね、あしかしこれは抜けていく、ファーストさん稼いで稼いで、いやー川上ラインも押しているぞ、50ヤード超えてまだ行きます、ずるずる押す、すごいですね、フロントでもプレッシャーかけたいところ。さあトスして、ここまた左のオープンだ、抜けていく、ファーストさん更新、また三宅です。あ
あれされると機動力あるディフェンスラインがね無意味になるんでね。さあ浮かせた1対1、奥を狙ったパスだ。あ、しかしインターセプト。ここで日大インターセプト。ファースさんとって次は中央を狙っていってカットを踏んでまた前田行く。いやー、ここはズルズル行く。敵陣に入ってきています。一発10ヤード。今回もねスターティングラインナップには入ってませんでしたので、さあ対して感覚は選んでいく鶴留です。こちらもキャプテン可能性ありますよね。さあこれは抜けた。さあスピードがあるぞ。かかみった50ヤード敵陣入った。40ヤード30ヤードまだいく。あっと独走になった。一発タッチダウンです。これでもうどうなるか分かりません。いやー、ここは川上スピード早かったですね、はい、もうこれに尽きると思うんですよね。さあ短いところすれ違いになった。いやー、これは感覚もいいゲインになっています。まだ行く。25ヤード付近敵陣にしたいところですがプロテクションを守った。さあ一発奥だ、空いてるぞ。パス取っている鈴木です。パス成功。先ほど長いパスドライブつながりました。うー、これはしかしラッシュがここで届いた。日大今日初めてのクォーターバックサックですね。クォーターバックサックだ。集中して向かいたいところです。パスを投げて、おっとこれも取っている。お見事、またもファーストダウン更新。鈴木抜群のキャッチ。陣の24ヤード付近ボールを持ち込んできています。さあ浮かせた、空いているぞ。糸川掴んだか。タッチダウンです。お見事、また日大を引き離す鮮やかなパッシング。あ、ラッシュ来ているがスクリーンです。さあここでスクリーンがうーんまずまず出そう。いや独走になっている。ブロッカーもまだいるぞ。ようやく倒れますけれども敵陣の20ヤード柴田です。出ましたね。来ましたね。奥のランのフェイクでリバース。あー、これはまた右オープンになって空いている。いいゲームになっている。ブロッカーもついているぞ。さあ投げ出した。独走だ。タッチダウン三宅。大きな大きなタッチダウン。感覚41点目。甲子園ボール制することになりました。優勝は31回目。日大の挑戦を退けての甲子園ボール勝利ということになりました。得点はご覧のように42対24。得点のもう重ね方シーソーゲームになりましたが、感覚最後後半しっかりと王者の貫禄を見せての単独優勝を決めています。いや、浜田さん、はい、非常に得点が、ね、多く入るこの75回の甲子園ボールになりましたけれども。そうですね、まあ、両校 の、 その、まあ、いわゆるオフェンスの主力選手の持ち味が、まあ、十分に発揮された試合だったと思いますよね、はい、両ランニングバックの独走立ち弾もあったのも非常に大きな見どころでした。一方でこうディフェンスも大きなミスなくですね、しっかり締まったゲームにしたというのも大きいでしょう。